合わず清は、日本のグラフィックデザイナー。東京都目黒区出身。法政大学専門部中隊。絵画、デザイン技法は独学である。背景やフォルムを緻密な線や混沌とした色彩で構成し、一見、ファインアートであるかのように見える作風が特徴。油彩作品も多数制作している。1955年の日本宣伝美術会展で、非戦美賞受賞。 1960年に建築家の勇姿を募り、メタボリズムを結成する。その後、武蔵野美術大学商業デザイン学科助教授に、就任、デザイン教育に携わる。1966年に、エンバイラメントの会を結成。翌年の1967年頃から、大阪万国博覧会のテーマ間別、構想計画などを練る。その他、国内外問わず、 国際的なプロジェクトに参加している。1990年に四守法賞受賞。2000年、君四等局日小受賞受賞。2009年4月28日に肺炎のため、川崎市内の病院で死去。銀の海に金の亀、横浜市営地下鉄部ーライン、上岡駅構内、秋の二百251人に地道な努力報われる。 読売新聞2000年11月3日、長官時事通信、時事 .com、あわずきよしさん死去イコールグラフ、大阪万博で活躍。2009年5月1日閲覧。ありがとうございます。